私はゴールボール日本代表キャプテンの川島優太です。私のパラスポーツを始めたきっかけは、小学校4年生の頃に目を悪くして、それまでずっと野球を続けていたんですけど、中学校から盲学校に通うようになって、体育の授業でゴールボールと出会ったのが始めたきっかけです。ゴールボールで一番好きなところは、アイシェードという目隠しをして同じ条件で、プレーができるところが一番の魅力です。僕の障害は網膜色素変性症といって、網膜の病気で進行性の病気になります。で、見える範囲の視野が少しずつ狭くなっていって、どんどん視力を失っていく病気です。初めてパラリンピックに出場したのが2021年に行われた東京パラリンピックが、初めてです。で、その時、得たというか、パラリンピックを経験して、すごくこれまでの大会の規模とは比べ物にならないくらい大きかったですし、でもその中で戦える楽しさであったり、嬉しさっていうのをすごく感じられて、本当に、出場できて良かったですし、そこで戦えたことっていうのがすごく自分にとっては大きかったかな。自国開催というところで、やはり日本の方々に、の期待にやっぱり応えたいっていうのが、大きくありましたし、やっぱり結果として支えてもらった方も多くいたので、そういった方々に、結果として恩返しができたらいいなと思って戦ってました。やっぱり2024年に期待することとして、東京大会で成し遂げられなかった金メダル獲得っていったところで、今の男子チームは非常に強くなっていると思いますし、そこでパリの舞台で金メダルを獲得して、東京で成し遂げられなかった悔しさであったり感謝の気持ちっていうのを結果で、恩返しができたらいいなと思ってます。パラスポーツによって僕の人生はもう本当に大きく変わったなと思っています。やっぱり小学校4年生までは、見えていたので、そこから視覚障害になってこのゴールボールと出会って、このゴールボールと出会ってなかったら、世界の人々と出会ってなかったですし、いろんな経験もできてなかったので、そういったところでこう障害を忘れさせてくれる存在に出会えたっていうのがすごく一番大きかったかなと思います。